皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、群馬県の最大都市で人口37万人ほどの高崎市の中心市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。この時は北陸新幹線を利用してこの高崎市までやってまいりました。今映っておりますのが、この町の中心駅、高崎駅になります。この高崎市はですね、新幹線のほか高速道路、そして歴史的には街道も通っておりまして、交通の要衝として長く栄えてきた場所になります。で、新幹線の改札抜けてきたところになります。在来線側の改札の方を見てみますと、大変利用客が多いのがわかります。で、改札周りにはいろいろお店が入っておりました。で、駅の外に出てきてまいりました。これ、デッキから建物を映している風になるんですが、まあ、駅ビルにですね、高崎モントレーというショッピングモールが入っていまして、それでいろんな大手のお店のロゴがね、映り込んでいたという風になります。で、今はですね、西口側、西口駅前の様子、デッキより映している風になります。私、この高崎市を訪れるの、今回2回目になりまして、前回もですね、この高崎市の散策の様子動画にしまして、多くの方にね、ご視聴いただけたんですが、まあ、カメラがね、手ぶれが大きいものになりましたので、改めて投稿している次第になります。で、やはりね、いつも思うんですね、この高崎駅前の、この都市景観、デッキから見たね、街並みっていうのが、とても都会的でありまして、まあ、このようにデッキを伝っていったら、オーパーのショッピングモール、そして奥には、高島屋のデパートも見られたりします。このデッキの下の方には大変広いロータリーというかね、一般車も路線バスもかなり多く止まっていて広々としています。で、こんな風にエスカレーターがデッキにくっついていまして、地上に下ってきている風になります。まあ現在、群馬県県庁所在地前橋市にもちろんなっておりますが、まあ歴史的にはですね、まあ廃藩置県の直後ってなってくると、高崎県っていうのがあったそうですからね、その頃には、こちらが県庁所在地の町になっていったということで、まあ、歴史的にはこの町が群馬県の県庁所在地になっていてもおかしくなかったようでありますね。で、駅前から西にまっすぐ伸びています。県道31号線をこれね、進んでいってるところになります。美術館通りというね、線路に並行している道を軽く映している風になりますが、ホテルだったり、結構ビルとかね、高めなものが連なっていて、この辺りの建物の集まりというのが、高崎市を都会たらしめているという感じがしますかね。で、どんどんと進んでいきまして、ビルの中に松屋の牛丼屋さんですとか、このように招き猫、オリオン餃子のね、お店とか、あと道路反対側には駅前らしく学習塾が入っているビルなんか並んでおります。あと、みずほ銀行のね、金融系のものも駅前らしくありまして。で、駅から離れていくごとに、まあ、高めの建物、まだまだ見られるんですが、そうしたものの密度っていうのが減ってきたように感じます。あと、この街を歩いていて全体的に思ったことでもあるんですが、まあ、この辺ガストや JTB 等の看板目立ってて、はい、これ駅振り返ってるところですね。まあ、歩いていて思ったのが、大手チェーン店の割合というのがね、特にこの駅前中心市街地におきまして限られているなというのを強く感じました。で、映像ガストのところから方向変わりまして、北向きに県道25号線の道を進んでいっております。ところどころ高めだったり新しめなマンションが見られまして、あとはビジネスホテルだったりオフィスビルというのがところどころね、見られるといった風になっております。で、そのホテルからですね、また駅側に戻るようにして、東向きに裏道を進んでいっているところになります。まあ、そうしますとね、このように細い通りになるんですけれども、商店街っぽい通りが見られましてですね、まあ、クリーニング屋だったり地元のお店が数多く並んでいて、まあ、建物もね、古くて錆びついているようなものもありまして、で、駅に近づいていきますと、飲み屋さんとかね、カラオケ店も見られるようになってきて、で、こちら、さっき映しました美術館通りというか、東二条通りっていうんですかね、そちらに出てきました。オーパーがありましたけども、その反対側にね、出てきたという感じになります。で、そのオーパーの、この横に、高島屋がね、あるというふうになっていて、まあ、今歩いてる通りからは、それらの
商業施設っていうのはそんなに目立たないようになっていて、はい、このようにね、ひっそりと高島屋の出入り口がありまして、まあ、やはりですね、この辺りの商業施設、まあ、車で来られる方もね、もちろん多いと思いますが、まあ、駅からそのままっていうのがね、まあ、利用客の層として多い主流になるかと思いますので、まあ、駅からね、連なるお客さんをメインのターゲットにしているような見た目がしますね。その高島屋の近くにはね、アニメイトとかもあったりして、結構現代的な駅前な感じがするんですけれども、逆にですね、これまた線路と逆に西に裏の道を進んでいってる風になります。このようにレンガ通りというね、地元の通りがあったり、これすごいデザインの建物あったりするんですが、で、こういう風に移動販売のね、お豆腐屋さんの車なんかもあったりして、で、またさっきの県道にね、一瞬戻ってきたというか、通り過ぎていってるところになるんですが、本当に地元感というものがものすごい、まあ、全国規模のものになったらね、本当にオフィスビルの中に入っている会社とかが中心になってて、まあこのメロンパン屋さんとかはね、見たこと個人的にあったりするんですが、このようにまた駅から離れていくごとに、まあ、ある程度高めの建物っていうのは残って、中心市街地感というのはまだ強くあるんですが、まあ、この地元感、ローカル感の強さというのがですね、まあ、日本各地の、まあ、最大都市だったりね、県庁所在地と比べてみましても、本当に強いんじゃないか、まあ、大手のものがね、少ないんじゃないかと言えるような気がします。で、今さっき緑の多いところありましたが、そちらが高崎城跡になります。その近くに鈴蘭百貨店というデパートがありまして、まあ、この街の雰囲気とかからしたらね、あそこにデパートあるんだっていうのは結構意外な感じしますが、で、またちょっと東に戻っていきまして、これ南北に通っているサヤモールという道をね、北に進んでいっているところになります。途中大変立派な立体駐車場がありましたよね。まあ、全国的にですね、中心市街地に駐車場が不足していて、その地域が衰退していくっていうね、まあ、現象もある中で、かなり駐車場大きくて立派なものがあってね、その点はいい感じだったんじゃないでしょうか。で、このようにさらに北に進んでいきますと、アーケード街が出てきてまいります。アーケード街に入ってすぐ、夜のお店の案内所だったり飲み屋さんっていうのが複数見られたんですが、今映りましたように、本当にね、このアーケードの形に対してね、ぴったりフィットをしていない新しい飲食店、ラーメン店とかありましたよね。そういったものとか、あと駐車場になっている敷地なんかもあったり、この辺となってきたらね、すごいですね。今映ったレストランのお店なんか、このように昔のお店というのがもうほとんどもう壊滅的な状態で潰れてしまっていて、まあその中にですね、まあ新しめの飲み屋、夜のお店っていうのがたくさん入居しているという珍しい景観になっていますよね。まあ、ですから、もともとはこのアーケード街が買い物の拠点だったんだと思うんですけれども、まあ現代では歓楽街に生まれ変わったんだというのがね、とてもよく伝わってきますよね。やはり、まあ、高崎市もね、街広いですから、中心部から離れたところにね、まあ、いっぱいお店、現代の全国チェーンのものが広がっていって、まあ、日常的な買い物はね、皆さん車を持たれていたりするので、まあ、それで、郊外で進んでしまうと。ただまあ飲みとなりますと、まあ、駅が近い中心市街地の方がね、都合がいいということで、こういう形になったんでしょうか。で、前回来た時もね、とても気になりました。オリオン座と書いてあるね、昔ながらの映画館が残っていまして、前回来た時ね、昔のハリーポッターのね、映画のポスターなんか残っていたような気がするんですが、またちょっと雰囲気変わっていましたね。確かこの辺り映画のロケ地に、ね、なったりしてるって、なんかコメント欄で、情報いただいた記憶がありますね。で、アーケードの出口までね、ずっとそういう状況が続いていて、で、その出口からさらに出てきたところにも飲み屋街あったんですが、で、またですね、さっきの県道25号、まあ、49号の部分はあったりするようですが、そちらに戻ってきたところになります。で、前回は高崎駅の西口側、中心市街地のみを散策したんですけれども、今回はですね、東口も前よりもよく散策をしております。前回はね、本当に東口側から駅前を覗くだけでありましたので、まあ、もう少しよく見てみたいなということで、まあ、そちらに向かっているところになります。やはり裏の通りを覗きますと、昔ながらのね、料理屋だったり飲み屋っていうのが
どの通りを見ても連なっているような感じがしまして、歴史的に長く栄えてきた町というのがね、そういったところからも垣間見えますよね。でこのようにアンダーパスのところをくぐってですね、線路駅の東側にやってきてまいりました。そちらを散策した様子はまた別の動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。2022年10月11日から全国旅行支援開始。割引とクーポンが合わさったこんなにお得な制度だから、私が今まで泊まってきたホテルもこんなに安くなります。このお得な全国旅行支援、さらにお得にする方法があるんです。それがこちら、ポイントサイトチョビリッチ。チョビリッチを経由して予約するとさらにお得に。チョビリッチのご利用で皆さんの旅行がより素晴らしいものになるよう祈っております。